はい、中国面白画像集ということで、やっていきたいと思います。まあ、中国はいろいろ日本のアニメをよくパクっていらっしゃるんで、だけどクオリティが非常に問題があるということを思っております。見ていきたいと思います。笑っちゃいます。さあ、何が来るんでしょうか。出ました、ドラえもん。ドラえもんです。あんなこといいな、できたらいいなですね。うわー、耳つきはアレンジすごいこれはもう何ですか、これ七福神ですか。もう、うわ、細長い、長いバージョンですね。中国っぽいですね、これ。非常に中国っぽいです。はい、雑、ヒゲ雑、取れそうです。風が吹いたら取れます。はい、はい、集合。どうでしたか、ドラえもん。悲しくなります。あ、まだドラえもんですかね。こっちはピカチュウですか。うわ怖いよ、怖すぎ。ピカチュウか、これ。うわ、これ太いな、太ってる。太いバージョンもあるんだね、すごいな。目が変、目がもうより目だけど上見てる、怖いな。あー、出た、このバージョンね。目細いし、もう接近してるし、全部。はい、出ました、でかい、ビッグビッグピカチュウ出ました。はい、ミッキー。はい、ミッキーです。ミッキーシリーズ。うわー、何ですかこれ。オーノーってやってますけどね、なんか怖いな。このね、細い細長のね、特有の、中国特有のやつですね。はい、髪の毛ない、腕組みミッキー出ましたねアンパンマン悲しげなアンパンマンですね。はい、気持ち悪い、怪我してるし、なんか脳みそ見えてますよ、もう。うわー、ひどい、ひどいな、これ誰が作ったんだろう、ほんと。はい、これは悟空ですね。目がもうなんか死んでんだか生きてんだ。あ、くまモン、くまモン、これうまいんじゃないかな、雑だけど。はい、これはトトロ、トットロ、トットロですね。俺も、あ、出た、マリオ、マリオ、これうまいね。コナン、コナン来ましたよ。病弱コナンですね。ガンのコナンって言うんですよ、本当に。はい、これは、しまじろうです。泣いてます、しまじろう。はい、これはリラックマ、細長いタイプですね。必殺の特有です、これ中国の。はい、デレッテッテッテですね。やばいっすね、デブです、ただの。これはジュースのパクリもあるんですね。クーです、クーパクリ、めちゃくちゃです。ミッフィーですね、これは近いのかな、よく俺もわかんないんで、違うのかな。やりすぎ。スタバのマークあんま見たことないけど、こうじゃなかったと思うよ。これは どっち行くのっていうね、力比べ。うわ、怖っ。なんだよ、バンジーならバンジーにしとけよっていうんですか。あ、落ちた怖っ、死なないんだ、すごいな。あ、これね、実際やってるところ。うわ、やりたくねー、やりたくねー、絶対やりたくない。罰ゲームだね、罰ゲーム。あ、外れてた、終わったじゃん生きてて。何これ、ブランコ、これほんと死んだらどうすんのかな、死んでんだろうな。うわハイジね、リアルハイジ。うわ、紐で引っ張ってる本当に
その発想すごいな。わかんない、もうこの文化わかりません。はい、出ました万博。あ、就職ね、就職説明会。何人いるんだよ本当に。人口爆発ね、人口削減、これはやばいですよ。プール必殺の今洗い状態のやつですね、ニュースになるやつ。汚ねえだろうなこれ、絶対おしっこしてるみんな大丈夫。ということで、やっぱ人が多いしね、すごいですね。中国万歳。